ソユーズ TM-13 は宇宙ステーションミールへの往来を目的とした13回目の有人ミッションである。コールサインはドンバース。オーストリアと独立を間近に控えていたカザフスタンの宇宙飛行士が参加した。オーストリアとカザフスタンの科学者が乗っていたためフライトエンジニアがいないという異例の飛行だった。ロシア人のベテラン飛行士。 アレクサンドル・ボルコフが船長を務めた。オーストリアはフィーベックのミールへの飛行のために700万ドルを支払い、まもなく独立するカザフスタンはバイコヌール宇宙基地を引き続き使わせることと引き換えにアウバキロフを参加させた。二人の科学者は軌道上からそれぞれの国を写真で撮影し、材料学や医学の実験を行った後、アナトリー・アルツェバルスキーと共に ソユーズ TM-12 で地球へ帰還した。アルゼバルスキーと同じく TM-12 でミールを訪れていたセルゲイ・クリカレフはもう半年滞在することになった。ソユーズ TM-13 はミールに175日間接続されていた後、ソユーズ TM-14 でミールを訪れたフラーデを加えた3人を乗せて地球へ帰還した。 ソビエト連邦のカザフソビエト社会主義共和国から打ち上げられ独立後のカザフスタンに着陸したクリカレフは最後のソ連人として知られる。ありがとうございます。